たプロレスの集大成を目指し、堂々の入場であります。全てが未知数であります。この男入場してまいります。ガンガン行け！行け！シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー。ガンガン行け！エディットレスラー！頑張れ！ガンガン行け！頑張れ！赤コーナー。頑張れ！エディットレスラー！頑張れ！レフリー田山マサオ。頑張れ！さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。倒してまいります。ねちっこい展開に移行してまいります。ロックアップ、ヘッドロックで締め上げてまいります。行くのか。リング上はヘッドロックの体勢。掴んだ。フロントからのキック、打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。張ります。腕を取ります。エルボーを入れていきます。張ってまいります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。よそにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ロープに振った。ファン内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。逆に振り返して、チョップが唸ってまいります。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、ブロックします。バックに回ります。ニークラッシャー、膝砕きであります。乾いた音が館内に響きます。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。パンチ攻撃です。組みに行きます。コーナーに振った。16本。腕を取ってまいります。アッパー気味の小手、組み合います。
逆に振り返した。キチンシンク胃袋攻めです。ロックアップ、フライングメイヤー、絞り上げてまいります。ロープにブレイクしました。腕を捉えます。あっと返します。重いチョップであります。乾いた音は館内に響きます。起こしてまいります。小脇に抱えます。岩石落とし、バックドロップであります。立たせていく、エルボーで返す、ガジット組み合った、ボディスラムで叩きつけた、組み合った、対角線に飛ばした、逆水平、いけるか、正面から投げを見舞った。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。掴んだ、ハンマーを落としていく、腕を取った、腕折りか、エルボードラップ強烈、腕を取った、逆に返した、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで投げつける、ストンピングを叩き込む、腕を取った、おっと外した、組み合った、そのまま絞り上げる、蹴っていった、タックルぶちかわし、ストンピング強烈、あと脇固めに取った、もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。フロントキック、首根っこを掴んだ、あっと逆に蹴っていった、腕を殺していった、バックを取ってエルボーで切り返す、いけるか、正面から投げていった、うまく切り返した、うわいてこい、俺の力、キック、強烈タックル、スリーパーホールド、蹴り上げていく、抱えた、打たせない、ガチッと組み合った、コーナーに振った、ラリアット投げ倒し、あっと腕を取った、ロープに逃れました。フロントキック、頭を使って厳しい攻めを見せる、あっと返した、強烈にヒットしましたよ。記憶が飛んだか、起こした、打っていった、膝を壊しに行った、そのまま腕を決めていった、腕を取った、外した、組み合った、リングに戻ります、リングに戻ります、抱き起こす、あっと返していった、キャメルクラッチの体勢だ、掌底決まった、引き起こす、あと逆に投げていった、立たせていく、いけるか、スモールパッケージで丸める、カウント2つ、惜しい、頭を掴んで、あとスモール
腰に手を回し、バックに回ってスリーパー。ガチッと組み合った、首がために持っていく。コメントお願いします、両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。そのまま全体重を預けていった。カウント 2.9、 ガチッと組み合った、ロープに飛ばした。あっと、ラリアット、小脇に抱えた。これは受け身取れないですよね。デインジャラス直下式、腕を取った。あっと、逆に返した、首根っこを掴んだ。あっと、逆にキック掴んだ、突っ張り相撲殺法。あー、強烈ですよ。後頭部痛打か。引き起こす、組み合った。あっと、巻き投げていった。一気にスパークするのか。エンジョイ、そのままプレスしていった。岸壁の母の胸に抱かれました。いけるか。そのまま巻き投げていった。お客さんが足を踏み鳴らしています。ものすごい重低音バズーカ、おー、マックスボルテージ。ミミズバラになる逆水平、全体重を落としていった。ロープブレイク、腕をフックした。あっと、ショルダー粉砕か。すごい形相で締め上げていく。ここでロープブレイク、20分経過。ガチッと組み合った、20ミリッツパース。巻き投げで切り返した。そのままと見せていった。カウント3つ入りました。真剣に生きる熱き魂が入場してまいります。この男、入場してまいります。
行け、ガンガン行け。シングルマッチ時間無制限、ガンガン一本勝負を行います。青コーナーエディットレスラー、頑張れ頑張れ。赤コーナー行けよ、エディットレスラー、頑張れ行け。レフリー田山マサオ、頑張れ。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ガードします。ランニングしたらエルボー、強烈に締め上げてまいります。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか？これはまだ五分五分ですね。そうですか。ロープに振った。ドロップキックであります。抱えます。ハンマーを振りかざします。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。そのまま腕を取ります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。フロントからのキック、掴みます。あっと、エルボー、行くのか。ロープに振って、こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。フロントに捉えます。エルボー、ロックアップ。ロープに飛ばした。全身でぶちかましてまいります。腕をフックします。正面からの投げを見舞います。あーっと、ストッピング危ない。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。リング上は逆片指固めの体勢、組みに行きます。ボディスラムで叩きつけます。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手は非常に嫌なもんなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。膝を狙ってまいります。腰を落とします。首から突き刺さります。こうやってね、一点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。バックに回ります。金的攻撃、ロックアップさせません。腕を取ります。あと返します。肘を打ち込んでまいります。返してまいります。組み合います。フロントから叩きつけます。フロントに捉えます。こういう力で持っていく投げは効きますよ。ちょっと苦しそうですね。腕をフックします。
DDT 引き起こす、組み合った、ボディスラムで投げつける、相手を挑発した、起こした、打たせない、奥歯を噛みしめた。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここから自分のペースに持っていきたいですね。頭を掴んでラフに転じる、エルボーを入れていく、逆に振り返して、あっとスピア。さあこれは逃れることができるのか。これは決まってますよ。小股に挟んだ、あっと逆に切り返した、ランニングネックブレイクアタック、このポーズ、掴んだ、ブロックした、もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。立たせていく、バックに回った、おっと外した、いけるか、正面から投げていった、強烈に決めていった、おっと逆に捉えた、足を打ちつけていった、ガジェット組み合った、すごい競争で締め上げていく、ガジェット組み合った、あっ逆にパンチ、腰に手を回した、小脇に抱え、バックドロップ、後頭部を痛打、気合を入れた、いけるか、逆に返した、これで決まったか、カウント 2.5、 まだまだです。顔面へのキック、抱き起こす、クロスチョップ、相手を誘っていく、引き起こす、ラリアット投げ倒し、腕折りに持っていった、岩壁の母の胸に抱かれました、組み合った、おっと丸めていった、ロープに逃れました、小包み固め、スモールパッケージ、ロープブレイク、フロントキック、ガジェット組み合った、首固めに持っていく、ロープに逃れた、いけるか、ロープに飛ばした、あっとフロントスープレックス、組み合った、ロープに振った、あっとスパインバスター。コメントお願いします、両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。起こした、首根っこを掴んだ、バント逆にキック、いけるか、腕を固めて丸めていった、ロープブレイク、ロープブレイク、ラリアット至近距離、逆エブで一気に反り上げる、抜くのか、リバースで切り返した、お客さんが足を踏み鳴らしています、ものすごい重点音バズーカ、おーマックスボルテージ、引っこ抜きか、パイルドライバーがぐさりと突き刺さった、立たせていく、背後を取り返す、持ってった、ジャーマンブリッジする、カウント 2.99、 ロープに振ってラリアット、トップロープを狙う、急降下ニートアップ、エルボーを打ち込む、フロントに捉えた、ベリートゥベリースープレックス、
と切り返した。サイドを取った。エルボーで切り返す。腕をフックした。外した。抱えた。あと耐えた。ガチッと組み合った。あっと返した。ガチッと組み合った。あっと逆に返した。組み合った。そのまま後ろに投げていった。抱き起こす。あっと首がくの字に折れ曲がった。カバーした。Thank you.
さあ、まさに全てがメジャー級のこの男がド派手に入場してまいります。行けよ、頑張れ。シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナーエディットレスラー、頑張れ頑張れ。赤コーナーエディットレスラー、頑張れ。レフリー田山雅夫、頑張れ。さあ、運命の鐘が鳴った。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。フライングメイヤー、カイナ力で締め上げてまいります。ロープブレイクです。組に行きます。この試合、序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。バット逆に丸めていった。肩が上がります。ローを打ち込みます。ロックアップ、テイクダウン、ガードします。ラリアット、至近距離。決まり具合どうでしょう？ちょっとずれてますね。行くのか。おい、ボディースラムで叩きつけます。腕を取ります。逆に返します。重いチョップであります。組み合います。コーナーに振った。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。ロープに振った。ソバットを放ちます。腕をフックします。肘を打ち込んでまいります。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。レトロ調の技を繰り出してまいります。抱えます。パイルドライバーが突き刺さります。このポーズです。行くのか。テイクダウンを奪います。足を殺してまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。膝へのキックです。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。あっと、エルボー、汗がミストとなって飛び散ります。倒してまいります。
リング上は首4の字固めであります。ドロップキックを放ってまいります。起こしてまいります。膝を殺してまいります。フィギュアフォーレッグロック、足4の字に入ります。腰を落とします。ドリラホールパイルドライバー、先頭を見舞ってまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスター、滞空時間が長い。エビに固めます。ロープブレイク掴みます。キックで返します。組み合います。あっと、切り返した。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。カウント 2.5、 いけるか。ロープに振った。あっと、トリップしていった。容赦のない攻めだ。あー、いやらしい攻撃だ。腕を取った。あっと、逆に返した。蹴り上げていく。頭を掴んでピンポイント、膝引き起こす。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。10分経過、10 minutes past。 キック、バックに回った。バックに回ってスリーパー。ローキック、組み合った。強烈に締め上げる。ガチッと組み合った。バックを取って逆さ押さえ込み。技の仕掛けが早いですね。勝負にいってますね。蹴っていった。ガチッと組み合った。グラウンドコブラに持っていった。3つは入りません。組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく。釣り天井に移行する。いけるか。正面から投げを見舞った。強烈に決めていった。組み合った。ロープに飛ばした。
ロープに振ってドロップキック、強烈、立たせていく、背後を取り返す、固めていく、トゥーカウント、ガジェット組み合った、ロープに振った、コロ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 、チョココロネで丸めていく、カウント2、ヒッコルヒャー、うまく切り返した、カウント 2.5、 まだまだです、小股に挟んでリバースで返した、抱き起こす、腰に手を回した、丸めていく、ここは仕掛けていきたいですね、勝負どころですよ、はい、いけるか、あっと投げていった、片エビに持ち込む、トゥーカウント、まだ足りません、組み合った、すごい形相で締め上げていく、ハンマーを振りかざす、起こす、エルボー強烈、ガードした、ラリアットものすごい、丸めていった、ゲドウクラッチ、戦わなくてはいけない、まさに戦いの赤い糸で結ばれている平成名勝負、これぞベストバウトだ、いけるか、コブラツイスト、グラウンドコブラ、危ない、カウント 2.9、 エルボーを入れていく、ガジェット組み合った、逆に返した、エルボーを打ち込む、ガジェット組み合った、20分経過、投げていった、あと逆に切り返した、3つは入りません、あとキャッチした、これはポイントになりそうですね、そうですね、ここはチャンスですよ、起こした、組み合った、ロープに飛ばした、あっとグラウンドコブラ、ロープブレイク、ロープブレイク、決めに行くのか、ウルネルソンの体勢読んでいます、まさに読み切り小説、ロープに逃れました、させません、チョップ強烈、引き起こす、一気に料理するのか、ドラゴン行くのか、ドラゴンになった、カウント大観衆お目当ての一戦を迎えました。両者入場してまいります。
ともに伝説の虎戦士が入ってまいります。行けよ、頑張れ。シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー、ガンガン行け、頑張れ。赤コーナー220ポンドマスクのパンサー、レフリー田山マサオ、いけゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。キック攻撃を見舞います。リング下に降ります、リング下に降ります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。エルボー、腕を捉えます、切り返します、組みに行きます、ロープに振った、ドロップキックであります。足攻めに転じます。あのね、プロとして当たり前のことだと思うんですが、レスラーはお客さんに見せる体というものを作り上げるために本当に体を極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。逆に切り返します。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。あと返します、ガードします、腕を取ります、返してまいります、肘を打ち込んでまいります、バックに回ります、あっとエルボー、抱えます、蹴りを見舞ってまいります、腕を捉えます、腕を殺してまいります、エルボーを入れていきます、腕を取ります、逆に返します、掴みます、クラシカルなエルボースマッシュ、トップロープを奪う、高々と抱え上げてそのまま真下に落とした、空中戦を狙いそうだ。ここは戻ります、鋭いキックです。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、引き起こします、強烈ですよ。後頭部痛打か、抱き起こす、バックに回った、背後を取り返す、顔から砕け散れ、フェイスクラッシャー、さあ決まるか。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。
おっと逆に腕を取った。ないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。ビニングトーホールドから足音の字固め。組み合った。対角線に飛ばした。打たせない。掴んだ。チョップの直射砲攻撃。10 minutes pass。ストンピング。いけるか。ロープに振った。なんと後ろに投げていった。引き起こす。あとうまく切り返した。カウント 2.9。入れていく。腕をフックした。ダブルアームで投げていった。起こした。このポーズ。フライングニール扇子を広げた。ここで持っていくのか。あっとプランチャー。組み合った。お気をつけください。蹴っていった。蹴り上げていく。そのまま腕を決めていった。リングに戻ります。リングに戻ります。引っこ抜きか。ダブルアームスープレックス。立たせていく。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。小脇に抱えたバックドロップ。後頭部を通打。ドロップキックが突き刺さる。ストンピングを叩き込む。カウント3つ。カウント3つ入りました。
器用ながらも真剣に生きる熱き魂が入場してまいります。であります。この男入場してまいります。頑張れ！シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナーエディットレスラン頑張れ！頑張れ！赤コーナー頑張れ！エディットレスラン今ゴングが鳴りました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。あ、そうですか。ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。投げてまいります。エルボーを入れていきます。ニーを落としてまいります。相手を挑発してまいります。逆に投げてまいります。打ち込んでいく。あーっとパンチ強烈。あーっとそのままショルダークラッシュ。そのまま全体重を預けていった。ロープに逃れました。腕をフックした。ボディスラムで投げつける。トップロープを奪う。逆エブで一気に反り上げる。組み合った。そのまま絞り上げる。アデサには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い、この男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。腕折りに持っていった。そのまま腕を決めていった。首根っこを掴んだ。させません。頭を掴んで、首筋を捉えた。立たせていく。突っ張り相撲殺法。今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。フロントキック。そのまま倒していった。そのままプレスしていった。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。
ネックブリーカーで叩きつける。あっと顔面踏みつけ、蹴り上げていく、掴んだ、あっと逆にキック、蹴っていった、抱き起こす、あっと逆に蹴っていった、腕を壊しにいった、あっと顔面にヒットした、逆に返した、いけるか、あっと切り返した、あっとエルボー、脇固めに持っていった、ガードした、小脇に抱えた、あっと逆に返した、あっとうまく切り返した、湧いてこい俺の力、チョップ、ガチッと組み合った、あっと逆に投げていった、決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。いけるか、あっと返した、腕を取った、強烈に叩きつける、2位を落としていく、気合を入れた、起こした、させません、腕を取った、フロントから落としていった、あと腕、ここで無念のゴング、虎の雄たけびとともに伝説の虎戦士が入ってまいります。行けよ、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー220ポンドマスクのパンサー、田口、赤コーナーエディットレスラー、
レフリー田山正夫。田口木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。さあインディアンデスラックに入ります。重いチョップであります。抱えます。あっと逆に丸めていった。技の仕掛けが早いですね。勝負にいってますね。キック攻撃を見舞います。起こします。エルボーでブロック。ランニングしたらエルボー。全体重を落としてまいります。ロックアップ。ロープに振った。あのね、プロとして当たり前のことだと思うんですが、レスラーはお客さんに見せる体というものを作り上げるために本当に体を極限まで鍛えますよね。まさに。虎の雄たけびとともに伝説の虎戦士が入ってまいります。さあ全てが未知数であります。この男入場してまいります。田口くん、本日のメインイベント、ガンガンシングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー、頑張れ。220ポンドマスクドパンサー。田口
赤コーナー、赤エディットレスラー、ガンガンいけ、頑張れ。レフリー田山マソン、田口ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。キックが顔面を捉える、切り返します、ロックアップ、巻き投げてまいります、あっと逆に切り返した、ロープブレイクです、逆水平を打っていきます、乾いた音が館内に響きます、キック攻撃を見舞います、打ち込んでまいります、蹴りを見舞ってまいります、フロントのヘッドロックに取ります、ハンマーが襲ってまいります、組み合います、場外に落とします、いや素晴らしい動きですね。そうですね、素晴らしい跳躍力ですね。はい、張ってまいります、小手決まった、こうやって攻められると厳しいですね、後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか、スリーパーで締め上げます。さあジュニア戦線殴り込みを新たに宣言してまいりました。若き日の藤波辰巳、そしてあの虎選手のようなジュニア伝説を築くため、ジュニアの新しい星が今夜も華麗にきらめいてまいります。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね、この辺が奥の深いところですよね。ああそのあたり注目して見てまいりたいと思います。膝へのキックです、抱えます、腕を決めてまいります、ロープに逃れました。あこのあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。リング内に戻ります、組みに行きます、逆に振り返した、キチンシンク胃袋攻めです、強烈に締め上げてまいります、掴んだ、ボディースラムで投げてまいります、掴みます、起き上がり拳の逆水平チョップです、ストンピング蹴りつけてまいります、行くのか、フライングメイヤー、あっとエルボー、ランニングしたらエルボー、ラフサッポーに転じます、ローを打ってまいります、 DDT 前頭葉から突き刺さった、肩をつけます、カウントは2つ、掴みます、立ち上げ式で打ってまいります、もう気持ちだけで打ってますよね。はい、気合を入れた、ガジェット組み合った、あっと投げていった、さあこれは逃れることができるのか、これは決まってますよ、腕を取った、腕を壊しにいった、逆水平出た、ガファリップレス、水平打ち、引き起こす、抱えた、
シュミット式で落としていった。カウントツー。あーっと首がくの字。ドロップキック的確であります。ラマヒストラル。カウントツー、返しました。掴んだ。エンドレスな逆水ヘッド。抱き起こす。正面から投げていった。立たせていく。エルボーで返す。ドロップキックが突き刺さる。10分経過。10 minutes pass。組み合った。コーナーに振った。エルボー。あと脇固めに取った。ロープに逃れました。あとうまく切り返した。ロープブレイク、ロープブレイク。いけるか。ボディスラムで叩きつけた。トップロープを奪う。コーナー最上段からドロップキック。抱き起こす。あっとミサイルキック。決めに行くのか。うまく切り返した。バックを取ってラッシュスイープ。かわず落とし、そのまま全体重を預けていった。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。逆に返した。引きを固めていく。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。いけるか。ロープに振った。グラウンドコブラに持っていった。